はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。メタルギアオンライン、今回もやっていきたいと思います。兵種がですね、今回偵察に、変えました。まあ偵察があると、まあ、何が変わるのかっていうと、ステルス迷彩が使えるんですね。けれよし、これっす。でも本当に自分みたいにどうしようもない雑魚にはこのステルス迷彩があると、まあ、多少はね敵に見つかりにくくなるし、接近もできるんで、まあ、少しは状況が打開できるんじゃないかなとは思います。あんまりね突出しすぎてもまたやられるんですよね。あそこに人がいるな。おお、痛い。ただね、やっぱね中距離のねエイム力がないんで、このまま右上の方にいるな。ちょっと回り込んでいきますか。まあステルス迷彩ももちろんずっと持続するわけじゃないんですけども、切れた後もなんか充電されるんで、そうするとまたステルス迷彩が発生するんで、基本的には永久には使えます。お、いるな。あ、来た。大丈夫か？倒したか？うおお、今度はギアウォーカーがいるよ。こっちのサブマシンガンに切り替えていこう。ギアウォーカーはね、後ろからね。ん？どうなってる？ああ。もうわけがわからない。とりあえずなんか倒した。そう、結構ね敵に見つかりにくいんで、え、なんだみたいなシーンがねたまにあるんですよ。ちょっと今狙われてたな。どこだ。今日ねあんまりね動き回ってもね見つかっちゃうんで、草むらとかに隠れて敵がさささってきたのを仕留める、ここら辺がね結構いいと思うんですよね。隠れられるんで。ただ敵もそんなには動いてないな。で、迷彩が切れたらちょっと左下の充電ですね。今ちょっとね充電が早くなるアビリティつけてるんで、結構頻繁にステルス迷彩になれるんですけど、いる。ほら、くそ、やった。もうね、なんだこりゃっていうあそこにもいるな。あ、もうない。弾がない。これを奪いたい。後ろから、うわーっと。パクれ。パクった。イエーイ。お命、ちょうだい。イエーイ。ああ、ギア。これは俺が、盗み取ったギアだぞ。ダメだな。ちょっと、マジで、このショットガンしかない。このショットガン殺傷能力がねないんですよ。おっと、これちょっとバッティいけるんじゃないの。あれ、これこれこれさようなら。 OK、 すげえたまたまだけど調子がいいな。やっぱりねこのステルス迷彩がいいっすね。ここら辺隠れてるか、一旦そろそろ切れるんで充電をして、この間にもちょっとクリアリングをしとかないと。高上の方で銃撃戦が繰り広げられてるな。たまにねレーダーを見れるようになって、ああそこにいるな。大丈夫かな、いけるかな。おお、味方か。そろそろ迷彩が切れる。ほら、タン、よし、こいつを天国に送ってやる。さよなら。で、また迷彩と。もう完全に、うわー、なんか手が飛んでた。スネークのね、ロケットパンチみたいなのがあるんですよ。リモコンロケットパンチ。あ、今やられたな。今ちょっとラグ
処理落ちしたかな、そんな気がしたけど、まあでもちょっと稼げたからいいや。このサブマシンガンがね、弾数が少ないんですよね。で消えてまた行くと。ただこれね、遠距離には向かないんで、接近する必要があるんですよね。ある程度できれば後ろを取りたいっていう。中距離で発見されるともうちょっと勝ち目がないんで、なるべくね、周りから裏を取る感じで、でここら辺でまたステルスを充電してゴー。こういうところとかね、敵が潜んでたりするんですよね。敵もね、迷彩をね使ってきてる人やっぱりいるんで、結構。あ、そうだよな、全然迷彩使ってないか、単に見えなかっただけか今のは。キュイーンと、あ、いる、ん、いた、気のせいか。この草むらもね、ちょっと同じところから。ほら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 、殺傷能力なさすぎだろこれ。行ってとりあえず倒したからいいや。あの人ここにいるな、ほいっと。どれくらい当てれば倒せるんだよ、この小型のサブマシンガン的なやつ。あと、あれはね、遠い。絶対無理だよ。今、左にいなかったか？いきなり出会った時にね、この CQC を、あ、いるな。あー、決められたか。遅かった。いたのはね、分かったんですけど。おー、やばい。これはちょっと。今差をつけられてるぞ。フルトン回収、下が敵がいる、あそこにいる。どっちから来る、倒したい、倒したか倒したけど、この人によくやられてんな。ああ、もう前半取られたな。最初の方の怒涛の進撃があったんでこれはね、マグレですね、マグレ1位取れましたけど、だいたい中盤以降の戦い方になるんで、まあ倒しては倒され、倒しては倒されっていう感じですかね。ただ最下位で喘ぐことはなくなりましたね。たまにやっぱ最下位にはなりますけど、まあ、前回多分ずっと最下位だったんでそれはね、あの脱出しました、このステルス迷彩のおかげで。で、一応偵察兵はなんか上級者向けってなってるんですけど、ちょっとね、初心者が使っても全然いけるんじゃないかなって、見つかりにくくなるんで全然ありだとは思います。いるかな、さて、あ、いるな、行け。今左の方はちょっと迷彩を回復させよう。お、来てる、めっちゃ来てるぞ。ダメだこれね、20発じゃ倒せないわ。ほら、よーし、ヘッドショットそうか、ヘッドショットを狙っていこう。これでエイム力もやっぱりね、上げとかないとね。いって、なんか食らってる、ちょっと撤退しよう、逆側から。やっぱり切れてる。おー、やっぱりこの距離だとね、無理ですね。どこに復活しようかな。ここでいいか。一応、アサルトガンもね、持てるっちゃ持てるんですけど、ちょっとね、微妙なんで、やっぱ接近して叩き込む。このスタイルですね、今のところは。敵がいる、こっちに、上だな。やばいやばいやばい、これは最悪のタイミングだ。おら、オーケー、アシスト。なんかが飛んできてたぞ今。いるな、いたな今。この下か、あ
んまりね、自分も走ってるとね、結構ブレるんで、画面が。敵のね、ステルス迷彩がだいぶ見分けられなくなるんですよね。あそこにいるけど。あー、無理だったか。助けたかったけど。よし、OK。こっちに行くか。やはり狙われてる。どこだ？あー、行ってまあ、上手い人だったら、多分普通に、偵察兵じゃなくて、別の使ってもいいんでしょうけど、ちょっとね、自分はね、このステルス迷彩がないと、いかんせん何もできないっていう状況になるんで、あ、いるな、敵。やばい、見つかった。そう、絶対見つからないわけじゃないんで、やってくれたな。オッケー、オッケー。やられた。だから基本的に密集してるところだとちょっと厳しいんですよね。すっげえいっぱいいるんだけど、こうもう常にステルスは張る感じで、で一回ステルス迷彩張れば、まあ、自動的に2回目以降充電が来ればステルスは張ってくれるんで、まあ、特に、お、いる、ほらやられたか。ちょっと遅かったな。うわぁ、あ、今、味方が砂嵐で見えなかったのか。なんかやられてる姿が見えたけど。敵がとりあえずいるな。接近をして、ステルスを張って、おーら、オーケー、一体敵敵敵敵、逃げろ、ああ、ダメだ。一回倒してはやられ、倒してはやられ。やっぱりね、銃を撃ったりすると、自分のうちバレるんで、おーおーおお、いきなりかよ、ちょっと。リスポーンしたところを。ってことは、敵がここ今すぐ近くにいるから。これね、結構ね、リスポーン位置、えぐいところにね、出てくる。時がやばい、後ろ狙われてる、逃げろ、痛い、回復回復、大丈夫か、ついでに迷彩も切れんな、キュイーンと、ちょ、迷彩を回復してから行きましょう。あー、上にいるな、あそこだな、よし、タタン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 、ほら、やっぱりね、このちっこいサブマシンガンみたいなやつ、殺傷能力がちょっと弱すぎるな。20発しかないんで、20発をね、叩き込まないと、何発叩き込まないといけないんだ。おら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 アシスト、ヘッドショットとかを狙えればだいぶ違うんだろうけど、やばい、ちょっと隠れよう、これはちょっと自分の、おお、すげえ、味方がフォローしてくれた。消えるか、ん、どこだ、後ろにいなかったか、いるな、これは多分戦場に着く頃には迷彩が切れてるっていう、あ、いたな、今見て見つかった、消えて、やられてるか、あー、ダメか、ちょっと仲間を助けようとしてたら完全にやられたな。ちょっとまずいな、この状況は。負けそうだ。120何メートルか、ちょっと厳しいな。迷彩張ろう。こっちにいるな、こっちに。どこだ？あそこか。あの人も迷彩張ってんのか。お、倒したか。ていうか、いって！この人も迷彩持ちか。俺はやられたな。誰か助けてくれー。無理か。
ああ逆転された、一回逆転したけど。ん？叫び声が聞こえる。いないか。ね、もう少しね、あんまり動き回らない方が多分いいと思う。おお、なんだなんだ、ちょっと待って、あそこにいるな。ダメ。うおー、足元にいる。痛い。てか別のやつに殺されたし。やばい、これはもう負けるぞ。やっぱりアサルトガンを持ってった方がいいのかな。ちょっと武器がね、もう少し検討の余地がありますね。こっちにいるか。てかなんだ、すめん。どこだ今、絶対上にいたな。ああ負けたか。うん、まあ真ん中の方ですね。というところで、まあ、とりあえず初心者、ちょっとどうにもならない人には、まあこのステルス迷彩が使える偵察兵ですね、ちょっとおすすめなんで。まあ自分も一番最初なんか普通の兵士でやってたんですけど、まあ、潜入ですね、潜入の兵装、これに切り替えました。なのでまあもしよかったら使ってみてください。ということで今回は終わりにしたいと思います。